平野万里は、家人、詩人である。本名は、平野久康。埼玉県北足立郡大門町の人造の、地難として生まれる。1890年、一家が上京し、本郷森川町32番地に住んだ。実家はタバコ屋を営み、生まれたばかりの森尾を5歳まで預かった。本郷区立後魔本人城高等小学校を経て、当時、近所、教立、 日本中学と並んで、東京の四大私立学校の一つに数えられていた、有名校育文館中学に学ぶ。同校を1901年卒業の年、新志社入社、翌年9月1校入学。1905年東京帝大校科、大学応用科学科に進んだ。病状に、短歌、詩、翻訳などを多数発表している。1907年、歌集、和楽比観光。 1908年に大学を卒業。その翌年横浜の会社に入り、1910年、満鉄中央試験所の技師として大連に赴任する。その間、明状廃館の後、石川拓僕らとスバル総監に尽くし、同志に小説、戯曲を発表している。1912年末から1915年まで、ドイツに留学。 帰国後の商務将議士となり、1938年、商工商体館まで務めた。対象前期作家は一時中断したが、1921年、第2次、病状相関に参画してから、与謝野夫妻が没するまで、与謝野鉄館、与謝野秋子夫妻と相伴うようにして協力し、同行して作品を発表した。1923年には、 王外全集の編集士も務めている。妻で歌人の玉の花子と共に玉霊園に眠る。ありがとうございます。